はい、冒険家の皆さん、こんにちは。今日はですね、学習者の発表の順番とかを、ランダムに、決めることができる。本当に一瞬でできるんで、皆さん知らない人はびっくりすると思います。てか知ってる人多いですけど、これはですね、昨日のライトニングトークの発表の順番を、決めるときに、ちょっとあんまり説明が足りなかったかなと思ったので、その補足も込めて作っています。兼ねて作っています。要するにですね、今ここに、こういうふうに、岩瀬、古山っていうふうに順番に学生のですね、リストがあります。まあ、これは学習者の架空のデータですね。ダミーデータだから、こういうクラスは実在しません。で、いつもですね、同じ順番で、この一番の人から発表してもらっちゃうと、ちょっと、一番の人がいつもかわいそうですよね。なので、何か発表してもらうたびに、順番を、ランダムにするというのをやると、そういう不公平がなくなるし、いいと思います。あと、みんなでですね、こうやって、特にオンラインの場合は、共同編集でみんなでですね、参加者が自分の名簿を作るっていうことがあります。で、そういう時に、一番上に自分の名前を書いてしまったら最初に発表しなきゃいけないんじゃないかと思って、怖がってしまうとかですね。そういうことで時間が無駄になってしまうことがあります。ですので、ランダムに並べ替えるという機能を知っておくと非常に便利です。やり方はとても簡単で、こうやってですね、これ1行だけでもいいんですけどね。1行だけでもいいので、とりあえずこういうふうに、はい。全員の分を、選択するわけですね。そしたらですね、このデータから、ランダマイズレンジ。これだけです。これで、本当に一発でですね、並べ替えが、ランダムに並べ替えがされます。はい。今、例えば、下にセイントっていう人がいて、その一つ上にハルナっていう人がいて、その一つ上にルナっていうのがいますよね。はい。じゃあ、これをランダムにしてみましょう。はい。こういうふうにすると、セイントどこ行ったかな、セイント。あ、セイントここにいますね。あとさっきのルナとか、ルナここにいますね。はい、まあこんな感じで、ランダムに並べ替えることができます。もうこれ本当に一瞬でできますし、別に何のツールもいらないんですよね。拡張機能とか何にも入れてないんです。もうこの Google、スプレッドシートの、最初からある機能ですね。それを使って、この、どこだっけ。データから、あ、これまだ選択してないと選ぶことできません。だけど、選択すると、例えば3行でもいいですよ。2行でも3行でもこうやって選択して、選択すると選ぶことができるようになりますので、こうですね。はい、こんな感じで。皆さんもぜひ使ってみてください。そして、冒険は続きます。